I love takoyaki. Hey guys, it's Yuta. So, my biggest challenge of this interview was to explain what whitewashing was, because it's not something Japanese people usually think about. And I had to do it in 20 seconds. So, let's see what happened. いいんじゃないですか。うん、でも日本人がやるよりいいんじゃんって思うけどな。なあ、なんかアニメやからな、そんななんかな、目の色とか確かにちょっと日本人離れした方がぽいやんな、ぽい、アニメ的には、うん、僕原作1話しか見てないんで、まあでも結構似てるし全然、はい、悪くはないんちゃうんですか。綺麗ですよね。綺麗綺麗。ハードル高いんじゃないですか。なんかこの向こうの人はもっと犬が欲しいみたいな。あー、確かに金かかってるしな、アメリカとか。なんで？なんでやろ。外人が見たら、こっち日本人が日本の日本のアニメが見て、日本の日本人がやる実写化見て、あーなんかちゃうわってなるのと一緒一緒みたいな。いや、わからないですね。全く想像もつかん。髪の毛？長さ？髪の毛の。そう言われてみれば、そうなんかなみたいな。賛成、反対っていうとどっちですか。うわ、反対。あ、反対。いや、まあ、いろんな人が、まあ、いるから、まあ、誰がやってもいいんじゃないかみたいな。まあ、その人が、まあ、実力があって選ばれたんやし、それはまあ仕方ないというか。でも日本人が、うん、でも日本人やったらまたなんか、うん、アニメじゃなくなるくない、うん、なあ、せっかくアニメやからいいのに実写化したらな、もったいないよな、なんか全体的に。でも俳優よかった、見ちゃうね。まあまあそうやけど、アニメファンとしては。あの、確かにそうっすね。いやでも僕はその批判については、いや別に日本人じゃないと生きないってことないと思うし、そうっすね、別にそんなことないですけどね、全く。まあそれは納得ですね。納得。どういう納得？いや、やっぱ日本人がやってほしいって思います。してほしい。アジアの役は日本人がやった方がいいんじゃないですか。あんまり納得はできひんけど、まあ、キャラクターにハマってたらその人が、まあ、全然何でもいいかな、うん、まあ門前払いはないんじゃないかな。やってみて違うって思ったら切ったりだけやし。理由が例えばなんかアジア人だからっていう理由っていうのはどう思いますか。それはでも差別に入るからあんまり。これは日本人じゃん。日本人。これは違うよな。え、じゃあ先に、え、でも先にさ、日本のなんか見たやん。あ、先に日本の実写化を見たから、うん、外あれやんな、多分、うん、違う国の人がやるのは違うってなるんやんな、多分、うん、そのもともとがなかったら別に何も思わんかったかもな。アジア人っていうことがあるんだろう。いや、それはまあ入れたりやな、オーディションとかにも、うん、別に。まあそれはもう向こうがその監督とかが決めることやと思うんですけど、まあ納得はいかないと思うんで、なかなかかわいそうな部分あると思うんですけど、まあ仕方ないと思いますね。はい、仕方がないんですかね。やっぱり洋画があれやから、白人が主役の方が映えるから仕方がないんですかねって思います。そうですね。日本のアニメはそんなが普通っていうか、なんか僕らにしたら普通なんで、そんな深く考えたりはしないです。まあいいんじゃないですか。憧れ憧れ。誰が誰やか分からへんけど、だからそれ髪色とか目の色で区別つけてるってこと。そう、全部黒やったら分かりにくいから。そう、
もう憧れとか絶対そっち系やな、かっこいいもんな、かっこいいアニメの世界やし、そこを走って否定するってなると全部がね、そこは別に否定する意味がわからないですね、はい、憧れじゃないですか、憧れ憧れますか、やっぱ憧れますね、普通に外人に、ああ憧れます、でも金髪は外人しかやっぱ似合わないから、うん、憧れるけど似合うのは外人、ありがとうございます、はい、Hey guys, it's Yuza again. So, were you expecting this kind of result? Let me know in the comment section. And if you're interested in learning real Japanese so that you can understand real Japanese culture, you should click the link and subscribe to my list, Japanese with Yuza. Also, you can have access to the entire uncut footage if you choose to support me. So, click the link and go to my Patreon page. Alright, see you guys soon. Ciao, ciao.